ここは都内の小学校。登校する児童に向かい、何人かの人がパネルを手に声を張り上げています。これは一体何なのか。どうかしてください。肉を食べるということは、動物を殺してくださいということです。実はこれ、肉や魚、牛乳や蜂蜜などを食べない完全菜食主義者、ビーガンを主張する人たちが、子どもたちにその意義を伝えるための活動。しかし、子どもたちに向けられるパネルには、食肉処理される血まみれの牛の写真が。さらに学校の塀にも、血を流す豚や鳥の写真が並べられ、ビーガンになろう、搾取から脱却しようと呼びかける文字も。何を食べるか食べないかはもちろん個人の自由、決して非難されるものではありません。ただ今回の活動には、自分たちが肉を食べないのは勝手だけど他人を巻き込むなよ、子供たちの心を一切考えていないことだけは分かった。ビーガンの方がいてもいい、でも今回はやり方が良くない。そのやり方に疑問を投げかける意見が多く上がりました。そこで今夜は、真実を知ってください。実際に講義を行ったビーガンの活動家とともに、主義主張の伝え方を考えます。では早速ゲストをご紹介いたします。今回小学校の前で、動物を殺さないでと主張するビーガンアクションを主催しました、弁護士の箱山由美子さんです。箱山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、箱山さんとともに活動を行われましたビーガンの鈴木博之さんです。鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということでもう早速伺ってまいりますけども、なぜ、まあ、今回の活動ですね、小学校の前で、実施しようと思ったんでしょうか。もともとお子さんに伝えることはとても大事だなとは考えておりました。はい、今回なぜこの当該小学校でよろしいんでしょうか。そうですね、はい、当該小学校ですね。はい、この当該小学校に、はい、の前でやらせていただいたかと申しますと、この学校ではヒラメをみんなで児童が育てて、でそれで多数決で殺すか殺して食べるかどうするかっていう多数決で決めるという、なんかそういう命の教育ですかね、はい、そういう授業が行われたということ で、うん、で50人 の、 クラスの生徒さんの児童のうち16人が反対なさったということを、うん、私拝見したんですが、うん、でそ の、 お子さん方は中には泣いておられる方もおられたと伺っています。うん、で私その魚であってもやはり金魚とか心を通わせ、まあ、通わせられるかどうかっていうのは、まあ、あれなんですけど、うん、私はその犬や猫をみんなで育てて、でそれを殺すか殺さないかっていう多数決を取って、で殺すっていう多数決になって、で殺す、でそういうふうな授業というのはいかがなものかなと思いました。うん、でも命のそういう食べ物がこう動物の命を奪って作られているということを、私自身も私今57歳なんですが、50歳の頃まで本当にもう意識してなくて、もう可愛い動物も好き肉も好きだったんですね。
で可愛い動物がパッと変身して肉になるっていうイメージだったんです。お恥ずかしいんですけれど、はい、それは先生とか学校にぶつけるべきものなんじゃないかという気もしまして、はい、それは子どもたちに当てるべきものなのかっていう気もするんですけど、ここはいかがですか。はい、ありがとうございます。学校にはお電話を先にさせていただきました。で3点お願いをした、お願いというかしたんですが、屠殺などに動物をその殺して食べているという、そのことについてその授業をどこかでなさるということはできませんかということと、で私がその学校の中で何かどうもっとこう いろんな方法をいろいろ考えてやらせていただくということでできませんかと。であとはビーガンの給食というものもその選択肢としてこう導入していっていただけないですかっていう、その3点をお願いしたんですけれども、でも足立区からご返信が、回答ということでご返信がありまして、で全部ノーだったのです。でそうしましたら、やはりその学校の外から何か訴えかけさせていただくっていうしかないなという、そういう経緯でした。ありがとうございます。私こういう活動を5年ぐらい前からさせていただいているのです、はい、で肉フェスの前とか肉フェス会場前とかでもやらせていただいておりまして、で小さいお子さんが私どものパネルをご覧になるお姿もずっと見て拝見してきたんです、でそうしましたら、中学生ぐらい、中学生高校生の場合はなんか、ああふんこう、あそうなんだよねとか笑っておられたりですとか、魚影とかなんかそんなご反応なんですけど、小学生ぐらいとかもっと小さいお子さんの場合は本当にこうパネルの前で立ち止まられて、こうじーっと、でパパこれ何とか、本当にこう真摯にこうまっすぐ向き合われて、で何言ってお前がこれから食べる肉だよとか、でそういうことを親から聞きましたら、聞かれましたら、お子さんがかわいそうっておっしゃるんですね、ですので本当にこうや柔らかい心のところ、そういうその時からそういうその屠殺という残酷なんですが、でも基本その植物の収穫とかと変わらないと思ってるんですね、私食べ物としては、ですのでどういうふうに作られているか、食べ物がっていう、それをそのきちんと小さいうちから知っていただいて、それで小さいうちから生き方を選んでいただきたいなと、難しいんですけれど、子どもに向けてアクションを起こしたかったっていうところまでは、まあ、100歩譲って理解できたとしても、はい、僕子ども今5歳と2歳いるんですけど、性教育も僕今からしてるんですけど、やっぱり大人と同じような性教育をしないですよ、で理解できないし、理解できるような言葉に落とし込むとか、理解できるような図柄を使ってとかってやっぱするんですよ、でいきなりその大人と同じような性教育を僕しないようにしてるんですけど、その食育をどうしてもしたいっていうのであれば、本当に子供に伝えたいっていうのであれば、やっぱり子供目線に立ったこう活動をしないと、やっぱゴミちゃん言った通り大人に向けてあれやってます。一瞬で真実を伝えたい、ちらっとしか多分ご覧にならないだろうなと思ったんです、お子さん。真実ってどういう意味でおっしゃってますか。何その殺される、それは当たり前のことではありますよね。そうですね、最終的には食べるにあたっては、はい、殺して食べることにはなると、はい、何が真実ですか。どういう意味ですか。その実際パネルが、残酷だとかいうお声がありますよね、でそこです、その殺し方に問題があるという中で、まあ、アニマルウェルフェアという考え方もあって、まあ、改善されてきているところもあると思うんですね、その食肉加工の世界の中で、それによって改善していくではダメなんですか。もうやっぱり殺してはいけない、食べてはいけないっていう考え方になるんですか。アニマルウェルフェアと言いますのは、人々 その動物を殺すこと、肉食べることに対する罪悪感を軽減させて、動物搾取を推し進めるものだと私は考えているんです、ですのでとにかく殺すこと、殺す瞬間どれだけ動物が苦しんでいるのかっていう、そこですね、そこを真実と申してます。主義主張の押し付けという言葉があったんですが、私はその食べるなとは思っておりません。ただ真実を知って、でそれで
ご自身の両親、お子さんであってもご自身の真心、両親に基づいて食べるか食べないかを選んでいただきたい。真実なんですけど、別にその真実は別に伝えていいと思うんですけど、伝え方があるじゃないですかって話です。そのまま肉をもう切断して血がバーって出てるところをそのまま直接表現でやるんじゃなくて、絵でも何でもいいから、まず俺だったらいいですよ、その屠殺の現場こうなんですよって鉾山さんが僕に訴えるのは全然いいんですけど、子供たちに屠殺の現場の生々しいところを見て、これあなたたちが食べる肉が こういう処理のされ方してるんだっていう訴えって、なんかアニメにするとか、なんか絵にするとかでも真実としては伝えられるじゃないですか。アプローチするのは全然いいんですよ。訴えるとか、私たちはこう思ってるんだっていうことは全然、それはあなたたちが考えていることを誰かに訴えるというのは何にも否定しないんですけど、ただ子どもたちにあの手法で訴えるってことが正しいと思っているかどうかを僕はまずこう合わせないと、そこチューニングしないとこの先の議論ができないんですよ。あれ本当にいいと思ってますか、子どもたちに対してのっていうのはいかがですか。子どもたちに対してちょっと、まあ確かにちょっと刺激が強かったなとは思います、うん、しかも知らないと、うん、知らないおじさんとおばさんが急に学校の前にやってきてでこれ見てくれって言われて、僕小学生だったとしたらやっぱり嫌ですもん。何の権限があってそのやってるのかって、僕は小学6年生ぐらいだったら自分の言葉を言語化できてたんで多分言うと思うんですよね、おばさんなんで僕にそんなこと言うのって、うん、そしたら何て言うんですか子供たちに。そうですね、やっぱり真実を知ってほしいです、うん、わかりました。鈴木さんは何て言うんですか、おじさん、ね、なんでそうやってその怖い写真を見せて肉を食べるなって言うの、うん、って聞かれた時に。肉を食べるなというよりか、このパネルを見て、その屠殺なり何なりを見て、そのやっぱその選んでほしい、うん、自分の頭で考えて、怖いよこの絵見たくないよって言ったらどうですか。怖いよ、ただ学校に行きたいだけなのに、家に帰りたいだけなのに、通学路通ってたら知らないおじさんとおばさんやってきて、にこ怖い屠殺の現場の写真を出されて怖いよって子供が言ったらどうですか、鈴木さん。したらじゃあもう見ないで、まあ、そういう子にはもう見なくていいです。逆に箱山さん、鈴木さんに聞きたいんですが、今あの死刑廃止論とかいろいろあるじゃないですか、で同じように小学校の前で死刑廃止論者の方が例えばそういう生々しい写真をもしぶら下げてたらどう思われます。そうですね、あの私はあのそういう死刑の執行の場面とかあの戦争の場面とかと屠殺っていうのはちょっと違う。それでも同じように見せないんですよ。だからその、はい、みんな知ってますって、だから真実を知ってくださいってみんな知ってますと、うん、殺し方についても美味しくいただくための殺し方だったり、みんなに栄養が行き届くようにするために魚にしろ肉にしろ配慮して殺し方を考えてますと。そしてましてや今やアニマルウェルフェアって言われてるんで、そこ行き届き出してると。それはその残酷だからいけないのか、食べること自体いけないのか、結構ごちゃごちゃになってると思いますし、結局まあカニとかエビなんてものはそのままの姿で食べてますから、残酷も何もっていうことだと思うんですよ。で言ってみればこれはトイレに入ったり風呂に入ったりする場面を人に見せないみたいな意味で言うと、やっぱりまあ汚らしく見えたりとか残酷に見えるものを意味嫌って見せないようにしてるに過ぎなくて、真実という意味では殺して食べてますっていうのはみんな知ってるんじゃないかと私は思うんですけど、仮にあそこの通学路に僕の娘がいて、僕は僕なりに食育をしたいなと思ってるんですけど、はい、そのうちの娘とか、まあ、誰かのお子さんじゃないですか、はい、その権限を超えてやってきて、これが真実なんだと教えることはどうですか、その超えてると思わないですか。学校の先生が教えることも、あの超えてるし、僕はあのその学校の先生が教えるところを勝手にやってきて教えてるみたいな、で僕の親としての責任をなんかどっかからやってきて、いや私が真実知ってるから私の方が教えますって言われても僕はやっぱ納得できないんですよね、うん、あの私はもうきっかけに過ぎませんので、やり方についてはいろんなご批判があるというのはもうよく分かってる。きっかけにされた子供たまったもんじゃなくないですか。その思いやりってずっとおっしゃるじゃないですか箱山さん、だからそこに対しての思いやりはどこに行っちゃったんですか、子供たちに対する思いやりは。なんかそれが
飛んじゃうんですかそれは。私の場合はきちんと教え見せてきちんと教えてくれる方が小さいうちにその方が私にとっては。それは箱山さんの価値観じゃないですか。そうですそうです、はい、私の。それをなんで人にその価値観を押し付けるんですか。それが正しいかどうかもわからないのに、うん、なんで箱山さんの価値観を知らない子どもたちに押し付けるんですか。何の権限があって押し付けるんですか。表現の自由ですかね。あのその意味で言うならヒラメで問題だっておっしゃいますけど、はいはい、一般的に家でニワトリを飼ってそれを、はい、殺して食べるみたいなことは昔からありますし、はい、学校でもニワトリ育てて豚を育てて最終的に食べるみたいなことも、ね、海外も含めてありますから、はい、それが飛躍した教育なのかっていう意味で言うと、はい、むしろその写真を見せたり学校の前でする方が、はい、飛躍していて過激にやっぱり映るとは思いますよ。鈴木さんは体調が良くなったっていうね、ね、松田さんがおっしゃった、うん、自分自身の体調の面考えてのビーガンの方もいらっしゃって、はい、鈴木さんどちらかというとそちらの、うん、部分も、まあまあまあ、3つあったけどもそれを3つとも考えていて動物がかわいそうというのと、はい、あと環境あと自分の体、うん、はい、それがもう本当同じぐらいに考えてて ですからその思いを、うん、まあ、体が良くなったみたいなことも含め、はいはいはい、体調良くなった、はいはいはい、そのアプローチもあるんじゃないかってね松田さんもおっしゃった通り、まあ、かなと思う、そこまでいかがですか、はいはい、ただそれ俺子供の時から牛乳とか本当飲めなくて気持ち悪くて、はい、うん、要は牛のおっぱいを想像しちゃって、うん、飲めなかったりヨーグルトとかもチーズとかもちょっと食えなくて、うん、それを無理やり俺親には食べさせられて無理やりという言い方はおかしいけども、はい、うん、その栄養取れないから、はい、ね、肉ステーキステーキじゃん、うん、生姜焼きだとか渡されたんだけども、はい、やっぱり食べるとねもうお腹壊しても食べてる最中にもうトイレに駆け込むような状態だった、うん、でこのビーガン2のを知って、まあ、5年ぐらい前からその一切やめた、はい、そしたらまあ途端にやっぱりね調子よくなって、うん、でやっぱりそのあとなんだろう、うん、それでやっぱ結局はその子供の時にその食べてたのが問題でその慢性の下痢みたいな、うん、でひどい時はもう嘔吐しちゃうし、うん、そう食べた途端に それが、まあ、まあピタッと治ったんで、うん、そう、うん、じゃあだから人にもそれを勧めたいってことですか。勧めたいっていうか、まあ、こういうこともあるよ、うんうん、それをそのまま今みたいな言葉で伝えればよくないですか。言葉で、うん、そうですね。その屠殺の写真を見せないと伝わらないことですか、それって。それの方がやっぱりインパクトがあって、そう分かりやすいかなという。インパクトがあって分かりやすいからといって、まあ、ただ主体的な選択にならないんじゃないかなっていう。はい、それって、はい、そのどうなんだろう、子どもたちにとって本当に配慮が欠けてるんじゃないかなと思っちゃう人の方が多いんじゃないかなっていうふうには。むしろね、鈴木さんの話の方が確かにまあそういう子がいるのであればね、なんか直接響くんじゃないか。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。